参加された全ての皆さんに心から連帯のご挨拶をいたします。社民党参議院議員福島瑞穂です。皆さん、今日は東京でコロナの感染者が500人を超えました。東京もそして全国も過去最高のコロナ感染者になっています。心からお見舞いを申し上げます。だったら皆さん GoTo キャンペーンなどやめるべきではないでしょうか。菅政権が国民の命を守れ、菅政権が人々の生活を守れ、そう思います。皆さん、そんな政治に一緒に変えていこうではありませんか。皆さん、学術会議の学者の皆さんをあの内閣が任命拒否したことについて申し上げたいと思います。まずはじめに、日本学術会議、戦後まさに独立した機関として存在し、そして重要なことは、学術会議が私たちは軍事研究に協力しません、そんな声明を何度も戦後出しているということです。なぜ菅政権が日本学術会議をターゲットにしたのか。まさに先ほども話がありました、軍事研究に協力しない、戦前への反省と戦後の出発点から平和であろうとする、平和を作ろうとする軍事研究に協力しない、そんな学術会議をぶっ壊そうとしているのではないでしょうか。だから菅政権はまさに戦後レジウム、戦後のさまざまなものを壊そうとしている、そんな内閣だと思います。皆さん、総理大臣がなぜ学者を選別するんですか。なんで総理大臣がこんなことを言ってもいい、こんな学者は優遇する、こんな学者は許さない、そんなことができるんですか。そんなこと認めたら憲法23条、学問の自由、そして私たちの表現の自由、言論の自由、思想良心の自由まで侵害されてしまうことは明らかではないでしょうか。憲法を守らない、憲法を踏みにじる菅内閣には退場してもらおうではありませんか。菅内閣はこの解釈変更に関してなぜ可能なのか、憲法15条を根拠にしています。冗談ではありません。憲法15条1項は国民が最終的には公務員の、その罷免ができたり権限があるということを規定をしております。でもそれは主権者である国民こそ、そして主権者である全ての国民のために、全体の奉仕者として公務員は働けということではないでしょうか。この政権の、安倍政権、菅政権のおごりは、選挙で勝ちさえすれば何だってできる、15条1項を根拠に学問の自由まで踏みにじれると思っている、その傲慢さにあるのではないでしょうか。選挙に勝てば何だってやれるわけではないんです。憲法を守らなくちゃいけないんです。そのことがわからない内閣には本当に退陣をしてもらおうではありませんか。菅政権、2年前から内閣法制局をコントロールし、まさに準備をしてきたことが明らかになっています。菅政権、私は怖い政権だと思います。安倍政権より怖いかもしれません。スルーッとじわーっとしれーっと憲法を踏みにじる、そんな内閣ではないかと思います。自民党は、自民党改憲本部でその起草委員会が年内に憲法改正案の取りまとめを行うと言っています。そんな内閣、そんな、政党、私たち本当に許さない、そのことを作っていこうではありませんか。そして敵基地攻撃能力の保有など、まさに憲法を踏みにじり、国際法を踏みにじる、こんな提案も葬り去っていこうではありませんか。憲法を生かす、そのことを頑張ってやってまいります。社民党は存続します。護憲の政党として
脱原発の政党として、憲法を生かす政党として頑張ります。どうか皆さん、たくさんの力を、たくさんの力を、そして野党共闘でみんなと力を合わせて、この今の政権を倒すぞという決意を申し上げ、私の心からの挨拶といたします。変えましょう。よろしくお願いします。